抵抗ペンギン。僕はもうダメだよ。謎の体調不良が続いているんだ。パンダ死ぬな。頼むから死なないでくれ。上司も悲しそうだな。過労死になったら大変だからね。なるほど。持ってるお金を全部使い切ればよかったよ。あの世にお金なんて持っていけないもんな。でもうちの会社で貯金なんかできるのか。そうか、貯金ゼロだ。給料少なくてよかったな。いいわけない。もっといろいろ挑戦してみればよかったよ。例えば。そうだな、何連勤できるか挑戦してみればよかったとか。その結果死にかけてるんだ。行きたいところがいっぱいあったのにどうして行かなかったんだろう。休みも金もないからだろ。いろんな人にもっと素直に気持ちを伝えるべきだったな。今からでもいい、私に素直な気持ちを伝えてくれ。バカ、うざいし本当に嫌い。モニター越しで口臭がしないのが唯一の救い。素直っていうのも時に残酷だな。君は。俺はいい。昔喧嘩した友達と仲直りしておけばよかったな。なんで喧嘩したんだ。穴にスピリタスを流し込んだのが原因だね。仲直りすればよかったのに。無理だろ。ともかく一番思うのは仕事ばっかりするんじゃなかったってことだね。それは納得だ。もっと仮病使って休めばよかったよ。仮病なんてバレるだろ。バレてないじゃん。君もやってみたら。あ？僕来週ぐらいには復帰するから。本当に死ぬわけないよね。本当にしてやろうか。フォローしないと大変なことになるよ。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、あ、ピチピチ。